はい、こんにちは。秀則ミュージックスクール校長秀則です。ノリス。30 days を何年も練習し続けています。未だにこんなこともとへこみますが、どうメンタルを保てばよろしいでしょうか。未だにこんなことも30 days が難しくて弾けないということですかね。あの曲は早弾き曲といえども、まあ比較的簡単なというか基礎的なものしかフレーズとして入れてないので、ただの基礎の練習曲やんけみたいなのが弾けないとへこんでるということかな。メールサポートを多分あんま使ってないと思うんですよ。まずですね、上達するには根本が整ってってないと無理なんですね。根本っていうそのゼロの状態がいかにちゃんとしたゼロの状態かっていう話なんですね。ちゃんとしたゼロの状態から 1,2,3,4,5,6,7,8 ってこう階段を上がっていくっていうのは誰でもできるんですよ。そのゼロの状態、この根本がちゃんとできてない全くダメなゼロ状態だったら、どんなことをやってもギターって弾けないんですよ。ごっつい極端なこと言っていいですか。めちゃくちゃ極端なこと言いますよ。で、言い方がごっつい悪くなるんで嫌いな人はいると思う。まあ僕のことは嫌いな人はいっぱいいると思うんで、ズバッと言いますけど、コンポンマスターパッケージっていうのはギターを弾く上での動き、全てをできるようにしようって僕言ってますけど、その一番底の部分、人間のその体の一個一個の細かい動き、これをまず全部できるようにしようということなんですね。コンポンマスターパッケージのメールサポートでは動画を送ってもらいます。そしてそれに対して基本的には OK とかダメとか次へ進んでくださいみたいなドライな、これがコンポンマスターパッケージなんですけど、早弾きマスターパッケージの方はコンポンちょっと入ってるんですが、基本的にはあと早弾きの話をしてて、メールサポートはこっちはウェットなサポートになります。でも早弾きマスターパッケージの方には根本の話はまあちょこっとしか入ってないよっていう、根本力がどこまであるのかっていうところに自信があるなら早弾きでも大丈夫だと思います。自信なかったら根本でやってください。そういう住み分けにしてます。極端なこと言って言い方がごっつ悪くなるんで嫌いな人はいると思います。まあ僕のことは嫌いな人はいっぱいいると思うんで、ズバッと言いますけど、両手全部指がないと思っておいてください。両手の全部指がない人がいて、でピック持てないじゃないですか、まあ一番も抑えられないじゃないですか。ギターずっと弾いてるけど上手くなんねえんだよなって言ってるぐらいです。僕からすると、いや指ないんやからギター弾けんやろって当たり前のツッコミをすると思うんですけど、そのレベルでゼロができてない人には僕は当たり前のようにツッコみたくなります。いやそこ動かんのやったらできるわけねえじゃんっていう、そんな感じなんですよ。ごめんなさい、ごっつ極端に言いました。なので何年もやってできないっていうことは基本的にはそこが絶対に足りてないです。お任せください、来てください、本当に来てください。びっくりするから、みんなギターってこうやって弾くんだってなって、うわーありがとうございましたこれやーって言ってみんな帰ってくから、マジやから。根本が来たよ終わったらどこのギターレッスン行ってもいいですよ。そっからはもうギターレッスン行かなくてもいいです。勝手に上手くなるから、ベースが出来上がったから。そういうことを私たちはやってますので、ぜひ来てくださいというお話でした。次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。